これユグドラシルらしいっすね。一応レザードの世界のユグ、すごい斜面だな、あれ。坂って、あれじゃねえぞ、壁だぜ、あれ。傾斜45度やね。我が世界最初の訪問者たちよ、しもべとなるか、ここで死ぬか選ばせて差し上げよう。神が人間にひざまずくことはない。控えよ。我は貴様らの愚心オーディンの魂を引き継いだこの世界の創造主、唯一絶対の存在、すなわち神。貴様ら下々に干渉の余地はない。なるほどな、一人やったら神様を名乗れるんか。自らが神を名乗るとは。神とはその存在だけで万物を支配できるほど卑しき務めではない。万物の支配など望むに値せぬ。我が望むはただ一つ、愛しき女神を支配すること。ようこそレナス・バルキュリアよ。見下げ果てたやつ、全ては己の邪欲のためだったというのか。あらゆる摂理を歪める妄虚、世界を滅ぼした蛮行の数々、貴様が元いた世界の創造主として今ここに成敗してくれる。その強気な物言いの拠り所はドラゴンオーブか。しかしそれもグングニルの前には神の道具として身を取りする。見くびるな。我らは安易に司法の力を頼みにしない。貴様、大きな火傷を負うことになるぞ。たまらない、その冷ややかな瞳。変態野郎め。あなたは認めたくないらしい。我が万物のみならず、変態だな。時間をも支配し、あなたをこの地へ導いたこと。言うならば、あなたのような弱者の存在そのものが罪と言えるでしょう。プリベントソーサリー。プリベントソーサリー、あんまり関係ねえなこれ。そもそも魔法使えんからな。体力2倍じゃなくて、あれか、2倍か。その身に刻みなさい。お、これシルメリアや。ニーベルンバリシティ4連発いっかな、いけるかな。これでレナスやね。これアリ姉さんやな。たまらんかな、ギリたまらんかな、どうやろう。あー、たまらん、ちょっといけるかな。リーベルン・バルスティ。はい、来た。よし、まだ動くか。すごい代表走る。オーニー4連続バレスティはちょっと面白いな。
いやでもやりたいやろこれ。5000。ミスはなかったはずなのに。バーンスティクリベントソーサリー。やっ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 。その目に刻みなさい。さあ飛ばしていきますよ。あれで倒れない。その身に刻め。いやーこれブザードもそざかし気持ちいいだろうな。魂の波動の残り。その身に刻むがいい。ニーベルンバレスティ4発も食らわれるとは。まさか弾かれる。集え代表。スピリチュアルソウン。何すんのスピリチュアルソウンって。まあお望み通り、レナスで終わらせてやろう。バルキリアよ、あなたはなぜ分かってくれない。あなたを支配するにふさわしい力を求め過去に活路を見出したというのに。許せない。そんな身勝手な理由で私たちの世界を、私たちの暮らしを壊してしまうなんて。貴様をめちゃくちゃにしたのは私ではない、オーディンだろ。貴様も貴様もみんなそうだ。みんなオーディンにめちゃくちゃにされた。私は一方で貴様らをその無念から解放してやったのだ。誰もそんなこと頼んじゃいねえぞ。なるほど。私の存在がもたらす未来への変化に興味はないということか。ならば私はひたすら欲望の赴くままに。また王子の秘宝か。よせ。転生先も召喚先もないこんなところで術を発動したら3人はどうなる。あなたと私どちらがこの世界の創造主か、そろそろ理解させて差し上げましょう。私は今ここに最後の願いを叶えるんだ。あなたと一つになるという。
は。なんか2つ出たな。なんか2つ出たぞ。あの2つのクリスタルがなんか結晶がなんかあるんか。ここでシルメリア。じゃあレザードが、じゃあレナスが持っていかれる。ちっちゃ、思いのほかちっちゃ。大丈夫か、おい。痛みを感じる。しっかりしろよ。不死者らしくないぜ。急がねば。レナスが危ない。レナスが持っていかれたんか。今の俺たちじゃ同じことの繰り返しだろ。こいつらも頼りにならないしな。無駄だ。そいつらは浮遊する魂とは違う。王子の秘宝の呪縛から逃れられない行き場を失ったバルキリーの精神だ。いずれ消えゆく。戦力が残された俺たちだけってことか。いや、レナスの魂を取り戻せば新たな戦力を生み出せる。レザードはレナスと融合する気でいた。その前に私を器にして三姉妹の魂を融合させバルキリーの力を一つにするのだ。その力ならばレザードに対抗できる。そこまでしなきゃならないのか。みんな見たはずだ。敵はオーディンをしのぐ神なのだ。私を器にさせてください。何を言い出すかと思えば。シルメリアを肉体に宿すのとはわけが違うぞ。器も含め四つの魂を融合させ全く別の魂を持つ存在に生まれ変わるのだ。かつて私がディランという男と融合し自らの存在を隠したようにな。彼女たちと一つになることで私が望む未来を得られるのなら、私の人格が飲み込まれ元に戻れなくなっても構いません。その肉体では負担が大きすぎる。長くは持たないだろう。傷を負ったあなたではなおさらです。肉体が崩壊すれば魂も消滅するぞ。構いません。軽々しく言うんじゃねえ。俺とお前とどれだけ辛い思いをしてここまで来たかよく考えろよ。考えたの。考えてたのよ、ずっと。小さい頃からずっとシルメリアから離れたいと思っていたのに、その願いが叶った時私は空っぽだった。その時初めて思ったの。シルメリアが必要だって。覚悟は分かった。ルーファス。もう言うな。俺も分かった。行きましょう。パーティーは、アリシャだけになるんか。パーティー組みましょうか。
ブラムス、アリウゼ、ルーファス。で、ここがラストセーブで、このセーブデータがあると、セラフィックゲートに行けるらしいです。では、ちょっともうラストなので、あれを使いますか。金の卵を使いますか。すべてをアリーシャにつぎ込みます。すべてをアリーシャにつぎ込んで60レベステータスアタック1200うわーすげえ。あ、私がこうして共にいるのも全て必然なのですよ。神の手のひらで踊るがいい。爆発のごとく嫌った私に囚われるとは、さぞや歯ぎしりする思いでしょうね。レナス・バルキリアよ。これが変態と言われるゆえんか。まだなんかやったし。さあ、ラスボスです。愛しき女神、レナス・バルキリアよ。あなたと一つになって世界の創造主になるという理想が今ついに叶う。ようこそ演者たちよ、祝福に駆けつけてくれるとは。私とレナス・バルキリアとが一つになる、その記念すべき瞬間をそこで見ていてください。その後でなら本気で相手をして差し上げます。すべてを超越したそのしてないな。なんか戦い方があるのかな。あら、封印の結晶。結晶壊すか。でなまだ私の全てを無視したわけではありませんよ。なんかまとっとんよな。これをどうにかしたいんだけどな。違うのか。今どんな気分です。屈辱、憤怒、
もう諦めましたか？いや、これやべえな。諦めましたか？あいつもこれ攻撃しよらん。ダジャクナ。ほらやっぱり。まだ私のすべてをお見せしたわけではありませんよ。多分これを挟んで動くべきなんかな。しまいますからね。これを壊すべきなのか。出せば無理。
これを壊したら中からヴァルキリーが出てくるから倒すとか。ライトニングボルト。いけ！あなたたちの努力を無駄にしないよう。レナス・バルキリアも必死の抵抗をけなげだと思いませんか。そうでなくては張り合いがないというものです。ダジャクナサブングニールばっか飛ばしてきてる。言ってんだよそれ。テレポーテーションか。果たしてこれが正しいのだろうか。ポイズンブロー厳しいなポイズンブロー。ここでポイズンブローは痛いな。
ましたか。お、取れた。どうなる。お、正解。やった、やった。幾度となく繰り返した転生としようか。魂の消滅という局面、その延長にある。それが因果律というもの。ありがとう、アリシャ。今この瞬間、あなたの勇姿を見届けるために私はあなたの肉体に転生していた。声はアリーシャなんや。成功したんか。アリーシャ。王女というだけの無能な人間が私のレナスを取り込んだ挙句、緻密な計算の上に書き換えて私の歴史を狂わせるとは。おー、ここでパーティー編成。バルキリー、バルキリー、アリューゼ、ブラムス。あー、逆の方がいいかな、こっちの方がいいかな。で、アイテム、あ、回復できるんや、ありがてー。別れる時が来たのですね。さあ解放していきましょう。
感慨深いな。全然使ってないけどさ、なんかずっと一緒におったってのがさ、なんか心にくるよね。これでしまいか。ではアイテムが大量に手に入ったので、もうガンガン使っていきましょう。適当にもガンガン使っていきましょう。ここではセーブできませんか。私の求めていたレナス・バルキリアはもういない。破壊を求めるもの。貴様が殺したのだぞ、貴様が。硬えなぁ。痛えなぁ。全然入らんやんけ。ファイナリティブラストも入らんやんけ。ちなみにこいつの体力は1、10、100、1000、10万か。グラシアルブリザード。しんどいなぁ。全抵抗があるのか。
ングにそんな遠投してくるのか。いてー、背後に回るのがセオリーらしいが。当たらんかった。ちゃんとタイミングつかめばよかった。なるべくダメージのでかいやつは後半に持ってった方がいいよな。バルキリーの名において。くだらねえ。くだらねえな、おい。ちょっとずつやるしかないよ。てめえの顔も見飽きたぜ。まだだ。力ある名前。なんで動けねえんだよ。一撃。範囲がわからん。気弱には辛いぜ。あ、くそ、やべ、耐えろ。よし、当たった。あるー、ファース当たった。これでマジか。角位置か。くそ、さっきみたいに。うまいこと後ろに回り込めれば。多段ヒットがえぐいな。
これは勝てんぞ。我が獅子が砕かれるとは。重荷があったということか。虫がファイマーは眼球を裏からかじられるその感触、存分に楽しむがいい。